広島広域公園、広島広域公園陸上競技場命名権、締結後のメインゲート正面から、2015年、小田三木を記念陸上開催時、J リーグ開催時メインゲートを別角度から、広島広域公園陸上競技場は、広島県広島市浅南区の広島広域公園内にある多目的スタジアム。愛称は、広島ビッグアーチ。略称は、 広島広内市は広島美。施設は広島市が所有し、公益財団法人広島市スポーツ協会が指定管理者として運営管理を行っている。なお、家電量販店のエディオンが命名権を取得しており、2013年3月からエディオンスタジアム広島の故障を用いている。新聞での略称表記は広島美、イースタもしくは広島公益。 広島市北西部にニュータウンとして整備された西風シントエリアにおいて広島市で開催されることになっていた1994年アジア競技大会及び1996年の第51回国民体育大会の主会場地区として整備された広島広域公園に1992年9月に建設された競技場建設工事の発注は広島市ではなく 西風新都エリア全体を整備した住宅都市整備公団が行っている。市街地から山一つ隔てたニュータウン内に建設されたスタジアムでもあり、広島市中心部からは直線距離で8キロメートル弱離れた位置にある。スタジアム周囲は山に囲まれており、日本の大規模スタジアムとしては独特の雰囲気を持つ。広島市は瀬戸内会式機構に属しており、年間を通じて、 温暖、昭雨であるが、道地は、市街地からは山を越えた場所にあるため、天気が変わりやすい。ビッグアーチに、雨が降っていても、市街地には降っていないということもしばしばある。たまに、12月から3月にかけて降雪により、公園内が閉鎖される状況になることがある。日本陸上競技連盟第一種公認、80円の全天候型トラック。 補助競技場は6レーンとなっている。以後は年間の主催試合の過半数を開催する本拠地に昇格した。フィールドをすり鉢状に囲むように一層式のスタンドが設けられている。スタンドは全周囲が連続した構造でメインスタンド側とバックスタンド側はスタンド高さが延長されている。全席一席で完成当初は メインスタンドの一部を除いてすべてベンチシートとなっていたが、アジアサッカー連盟が AFC チャンピオンズリーグのスタジアム基準として5000席以上の背もたれ付き個別席の設置を義務付けたことから2019年にバックスタンド中央下部を背もたれ付き個別席に改修している。サンフレッチェの試合では当初ここを指定席扱いとしたが客足が伸びなかったため、 6月以降の試合においてはこの取扱いを取りやめて原則自由席扱いに戻している。スタジアム公式の収容人数は5万人とされており、1994年9月3日に開催された V 川崎戦では4万2505人の動員を記録したが、J リーグが快適に観戦できる環境を通達し、通路での観戦禁止や長い席を余裕を持った席数に、 変更、さらにサポーター間を仕切る干渉地帯を設けた結果、J リーグ公式戦での最大席数は34,450席となった。サンフレッチャが優勝を決めた2012年11月24日の J1 第33節 C 大阪戦では、チケットが売り切れ32,724人の動員を記録した。初期にはスタンド全域を開放していたが、 観客動員が伸び悩んだことやピッチからの距離が遠いため、現在はバックスタンド上部は立ち入り禁止にして、サンフレッチェのマスコット、サンチャやチームロゴをあしらった大用弾幕を設置している。2015年の J1 リーグにおいて第2ステージ優勝を決めた湘南ベルマーレ戦では、バックスタンドをほぼ全面開放し、33,210人の大観衆を集めた。 それに続き、年間1位で進出を決めた、明治安田生命チャンピオンシップ決勝、ガンバ大阪、1000のセカンドレグではこれを、約3000人上回る36,609人で、クラブとしては、J リーグ発足後3番目、前日の最大席数を上回る動員を記録した、メインスタンドには、愛称の、ビッグアーチの由来ともなったアーチ状の大屋根が、かかっている。この大屋根は、 広島平和記念公園の原爆ドームをイメージしたとも言われている。メインスタンド以外の座席には屋根は設けられていないため、大規模スタジアムにもかかわらず FIFA ワールドカップのスタジアム基準を満たしていない。J リーグ公式戦ではメインスタンドホーム側コーナーフラッグ後方の陸上トラックに仮設のフィールドシートが設けられている。2008年10月から試験的に導入し、 2009年から本格的に運営を開始した同様の仮設席は陸上競技用スタジアムをホームスタジアムとする J リーグの他クラブでも採用されている。フィールドシードは事前申し込みが必要で J リーグ統一規定により撮影及び飲食が禁止、トイレがないなどのデメリットもある。J リーグ開催時、左下のコーナー付近に砂かぶりシートが見える。 照明設備はメインスタンド側はアーチ状屋根に一体化されておりバックスタンド側に鉄塔式の照明灯が2機設置されているホーム側バックスタンド髪型に大型の電光掲示板アウェー側バックスタンド髪型にフルカラーの大型映像装置が設けられているこのうちフルカラーの大型ビジョンについては1994年に 広島市が9億2500万円を投じて設置したものだが2013年2月26日開催の AFC チャンピオンズリーグ2013第1戦広島対 FC 部におどころ戦で不具合が判明し使用できなくなった復旧に時間を要していることからサンフレッチェは暫定的に車載型大型映像装置を調達してしのいできたが J リーグから改善勧告を受けたことで、広島市に本格的な対処を要請した。この大型ビジョンは、メーカーの製造終了から相当期間が経過しており、部品の調達等も困難となっていることから、広島市では、既存映像装置の復旧を事実上断念、当面は引き続き謝罪型大型映像装置を使用し、7月に、 仮設の大型映像装置をリースにより調達の上、故障した映像装置の前に設置することとした。この仮設大型映像装置は、幅 7680mm、高さ 5760mm のパナソニックアストロビジョンで、設置費用は1、417万5、0円25台のモニターを組み合わせたものとなっている。 2013年7月10日開催の J1 第15節、広島対川崎の試合より使われることになり、映像装置が設置される付近の最上段を立ち入り、禁止とする措置を取ることになった。2014年度以降の対応については、予算編成時までに改めて検討するとしていたが、同年6月から7月にかけて、広島市によって再改修が行われた。 これまで設置されていた仮設大型映像装置及び故障後放置されていた季節の大型映像装置の表示パネルを撤去。撤去後の季節装置の表示部に幅 9600mm 高さ 6912mm のパナソニックアストロビジョンを設置することとなった。設置費用は2214万円。2014年7月15日開催の J1 第12節。 広島対横浜 FM 線より使用されている。前年に続き名目上は仮設装置という形での対応となったが、市が多額の費用がかかる全面的な回収については、サッカースタジアムの議論が進行している中で慎重を期する必要があるとしているためである。1993年1月。 広島市は本スタジアムを試合会場に想定し 2002FIFA ワールドカップの開催候補地として立候補した。当時は5万人収容できるスタジアムが国内に少なかったこと、さらには当時国際サッカー連盟会長であったジョアン・アベランジュからの推薦もあり、当地での開催は確実視されていた。しかし、開催にあたっては、 バックスタンドへの屋根の仮設と座席回収工事が必要とされていたが、当時の広島市長だった平岡隆がこれを実施しないことを表明、結果開催地から外された。屋根仮設を実施しなかった経緯について、平岡は後のインタビューで、設計図はあったし、経費は約140億円と踏んでいたと明かした上で、広島が選定されても開催は3試合で、 費用対効果に見合わないと語っている。この時の広島市実行委員会及び FIFA フフの判断については一部の海外メディアに原子爆弾が投下された広島市で FIFA フフワールドカップを実施することに意義があると再考を求められた。1998年約1億円をかけフィールドの芝生を全面改良及び施設の改善を行っている。この頃はサンフレッチェも ビッグアーチでの J リーグ開催を敬遠していたが、2007年以降は J リーグ主催試合をすべてここで行うようになった。2009年10月、秋葉忠都市市長が2020年夏季オリンピック招致を検討すると発表。ビッグアーチをメインスタジアムとし、ここを中心とする半径 10km 以内を西風新都ゾーンとして仮設競技場を整備する計画が上がっていた。 一方で、同年、2018、2022年 FIFA ワールドカップ、日本招致構想が明らかに。当初広島市は、ビッグアーチを試合会場として、開催地に立候補する予定だったが、市が五輪誘致活動に専念する方針を決定したため、またも W 杯開催地立候補を見送ることになった。ちなみに、候補地になった場合には、 屋根の仮設は上空には入っていなかったが、大型映像装置が2つ以上必要、客席の幅が80センチ以上必要などの回収条件があった。J リーグからもクラブライセンスの B 等級基準が充足していないためという理由でサンフレッチ広島に対して改善勧告が出されている。このうちトイレに関しては予算化され、平成30年度の様式化回収工事で、 充足させた。また、AFC チャンピオンズリーグ開催のスタジアム要件で、ある、戸籍1万席以上を充足させるため、2018年オフに、バックスタンド中央部とメインスタンド座席の更新を行った。広島市は2012年9月18日から、広島広域公園陸上競技場の命名権を募集し、2012年11月21日に、 広島市に本店を置く家電量販店のエディオンが広島広域公園陸上競技場の命名権を年額3300万で取得した。契約期間は2013年3月1日から3年間、命名権による故障はエディオンスタジアム広島で一般故障としてエディスタ広島を採用する。ただしリーグ記録等で用いられる略称にはイースタの故障を使用する。 命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、FIFA 主催、主観サッカー国際試合では、クリーンスタジアム規定が適用されるため、例外として、正式名称を使用する。陸上競技やサッカーのみならず、コンサート会場としても使用されている。注釈出展命名権による、名称エディオンスタジアム広島に関するカテゴリー。ありがとうございます。